急がなくてもいいのよ。好了，等等吗？可以啊，可以打，可以打。是刚开、啊。我觉得。この店は。哇，我想要。私が小さかった頃にパパと何回か来たことがあるんだ。两个小时内应该还会再动。でも大きくなってからはあんまり来てなくてね。心配すんな。じゃあ注文。啊，断太多次了，已经觉得他大概除非把身份移到别的地方，不然我觉得他不会好，就一直断。会一直被人攻击。もし美味しければ。是啊。哎、欸，时光那边的 DC 是解掉还是被踢了？我被踢啊！被踢了！我不知道，时光的 DC 还在吗？我已经很早就退了，我不知道。それについては大きな一歩を踏み出したとしか言えないかな。目の前で見てな。だよね。看他那样子，感觉感觉确实是要退了，但是正直。これから行われるであろう公的な調査については別に彼らのずっと同じ視点から見てたらいたからこそ私たち高いところに立って見てる人間がそれよりも別の話をそうだそうそうなるほどフリーナ様に会うにはだよなうーん歌劇場の出演者に紛れ込んで演劇のクライマックス続きが気になるフリーナ様だったら、なんとかして、これなら絶対にうまくいくんじゃない？そう、満々の恋さん。それもそっか。まあ、冗談。特に、あんたは今日の法廷でフリーナさん。それなら可能性はあるな。え？じゃあ、食事が。あ、時光拿到完全。もしかして？え？時光好像接不见了。でも、このフォンタってやつ。もう注文しないの？我去搜寻，按搜寻工会，然后打时光，然后搜寻不到。你直接看排工会排名就好了。哦，好聪明耶。飛びすぎたぜ。もう飛べないぞ。不见了。もういつもより。他叫什么烟花飘然耶？低く飛んでるぞ。気づかなかった。改名叫烟花飘然耶。工会别那那可能 DC 他们也同意。今月の組織の経費はあと。之类的。あれ、ナビア、そこで何してる？我干活，应该叫你帮我买一张卡回来啊！我可以把我现在这样丢进去测试。靠背，你要这么执着啊？那没有飞，很烦呢、欸，就真的很烦哦。有什么好烦的？就自己扛杀，就自己扛杀就好了。啊，那就只是一张交通工具卡而已，不要那么执着。它真的好用啊！它结果变好用、啊、变电子版就更难用了。好用啦、啊！你要信我啦！我确定我爱点啦、啊！我就说你是刚买的哦。啊？你那个是刚买的，当然好用，过一年就不一定了。那我过一年再帮你测试啊。那还用你测试？我先测试啊。啊，你那个就还没有电子化的东西。嗯，没问题，我忍着，我忍着。もうあんまりバス回り回ってまたどうしたんだ、タビビト。バス。おい、なんでさ、タビビト、止まれって。おい、しっかり。是人挺多的吧？嗯，虽然我是也不会过去。因为应该说，我觉得我认为的正常人不在啊。你很快哦。不要啦，封麦的封麦的都是正常人啊，他不封麦的都怪怪的、啊。私記憶は日常で過ごしていた日々はどれも人間の無限大な人間どうしてこうなったかはわからないどこへ行っても今はもういいえ
そう、私の思いはもし馬車にあったらそうかもしれないわね。あの時あれは恐怖もすと渇きに慣れた人間が初めて水を飲んだかのように、自分がかつて無限の欲望と焦燥の中を生きていたと気づいたかのように。仲間が呼んでるようね。さようなら。おい、いつまで寝てる気だ。ナビアたちがやられるぞ。お嬢様。こんなに警備ロボを雇うなんて。クロリンデ。さあ今だよ。クロリンで助けてくれたお礼を言うべきかしら。でもその前にどうして。私はただこれはカーレスさんの意思だ。あんたが。すみません、お嬢クロリンで様。すまない。もういいから。私の知っている情報は今日のことで。それで先ほどよく見てみたところ、おそらく。そう。ああ。いずれにせよ、あ、とにかく今日のと連中もそう立て続けに手出しし、はいはい、今日一番のに。お嬢様、クロリンデ様の気持ち私だって分かってるけど仕方ないでしょ。だってやっと復活したな。お前が気絶してる。あ、それにあのクロリンデっていいよ、そんなよそよそしい。つまり私がお嬢様のような懐の深。仮に私が、はあ、そういえばナビアは。それについてはあんたが、え、あんたたちと別れた後フォ、なんか味がしょっぱかったし全然おいし、フォンタは甘い飲み物のはず。つまりそ、だからボスを助けてくださったあなたたちに。え、そんなのがあるのか。ホテルデュボールに手がかりがな、だからあんた、あの連中、オイラたちも。まあ連中からし、ところであんたたち、そういえば、あ、そうそう、それに今回じゃあフォン、悪いことじゃなさそうに聞こえ、情報気絶し、教えてくれる。なるほど、バシェ。でも少女の溶ける瞬間なのに、その人は事件に。うん、サンキュー。今の状況から見て、え、送別会、それに巻き込まれ。ナビアお嬢様、いくら嬉しくとも少しは。こら、余計なこと言うんじゃないの。それと計画も練らないと。安心してく。没错，哎，没啥事。
你们去到二色楼，那应该是。Thank you.
裁きのいかず風の行く先をいざ勝負。終わりね。雲が借りなく時風を知れ風よ剣に誓う。ここより弱滅の時。あら、でもいいのよ。せや。急がなくてもいいのよ。宝箱も蛇を穴からおびき出すことができるのね。
この先なんだけど、その前に尾行してるやつがいないか確認しときましょう。ずっと周囲に目を配っていましたので、ご安心を。この道中、怪しいものは見かけませんでした。そう。では。ありがとう、マルシラック。お二人の部屋をご用意しました。何分、うちはモラルや法律に反する。みんな大変。ってことは。ナビアお嬢様、ここは私。ムーン、今さ、私のパパは3年前。そんな。でも当時なのに、パパは血統中に重視。あれから3年が経った。あんな風に死んだら。それこそ今回の一件で最も関係。あ、そういうこと。それでもそのパパは脅迫されたのか。はあ、パパはいつもそう。生きてた時大事なことを私に。ママが私を産ん。まさかパパの。お嬢様。カーレス様もお嬢様も、私が最もそん。カーレス様は生前スピナディロースらを支持する者は大は。でも普通は最初。人々はこういうドラマ。悪人が改心して正し。そんな。あともう一つ、カーレス様の当時の決闘相手はあのクロリンデ様でした。え、あいつが。だよな。クロリンデ様は決闘し。それにクロリンデ様も何も。分かる。後日クロリンデ様か。私たちもそう考え。はあ、まあとにかくこれが。うんだな。安心して休んでくれ。今夜は。アレラス、このままでは。先にポワ村長に帰らせたよ。そこがただ単に。ところでお前。ううん、ついさっき外から帰ってきたとこ。昨日の。まさか徹夜し。だってこんな重要。でも残念なことに、この名前はまるで存在自体が消されて。足がつかないように。いや、キープ最高審判官のヌビレットさんが保管する資料。もしあんたが見たって言って。さすがさ。この先がパレメルモニアよ。さあ行きましょう。お待ちください。どういったご用件でしょう。うん、やっぱ。あれ、私たちの顔に見覚えないの。どちら様でしょう。先に言っておきますが、ここは身分。うん、見てなった。確かにそうみたいだな。私をからかいに来たのなら。まあまあ、私。ああ、そういえば見覚え。そうそう。え、そ、入ってるって。ええ、そうです。どうも。どうぞ。
問題ない。一つ名前を。うん、わかった。ノビレットって案外話の。残念ながらここ数年の事件で私の資料にも。まさか。そう、わ、うん、ナビアさん、気持ちはよくわかる。君の父カール。ヌビレットさん同情。いや、どれも違うでしょう。私にはわかる。まるであの時と同じ。あんたも言ってたで、命の価値は、もし本当に通して、私に、あともうちょっと、まだ、もしあんたに感情がないってんなら、私を見て、私の目を見て、本当、申し訳ない。やっぱり、あんたも、その胸は、もういい。どうしようもないことで当たり散らしてごめん、最高審判官。行きましょう、旅。大丈夫。あれ、中に入っ、確かパパのじ、どうした、何か引っかかるのか。外、雨の当たる場所だ。うん、私も当時そう思った。だから捜査範囲を広めてみたけど、雨水の影響を受けたような。え、真犯人は確かに、はい、ボッポア村長へ。うん、じゃあ今す、ええ、行き、眩しい日の光、鬱陶しいわね。こんなんじゃ居眠りもできないじゃない。うわ、でっかい。こんな方、この華やかな巨大船は航海、航期、征服、野望を意味してるの。スピナディロースらの明るい未来を象徴してるってわけ。最初スピナディロースらの輝かしいだってか、けどこのでかい船を見て、ボア村長こそ、お待ちしており、フォンテーヌ邸に用事があると。それがね、あ、覚えてる、ま、はい、リネ様の状況、過去に、うん、何年も前のことなんだけど、一見ただの、ちょっと待った。そうね、そして逆に飲むのをやめれ、ボア村長を勘、ボスの強硬な姿勢はそれどころ。そう、そこでパパはその人の名前、ある夜、けど、え、リネの事件と、でも当時は、そう、あ、今考えると、うん、
ジャックは生前を第三者に、しかし水を差すようで相手は残忍なスピナリーロースが吸いボスと同じ鉄。それがパパの望みなら、パパと一番関係が深いのはあた、謎をいくつも抱えたまま亡くなったけどさ、それに何の意味が、ロシもフギのカーレスも虫の息になったスピナリロースらだって、私がそん、あの日から私はナビア。確かにやっぱり何か知ってるのね、マルシラ。はい、そしてえボスはとても珍しい、そんなボスにとこの長く続く争いですから、ボスはお嬢様が無事、そしてもつまり事実、信じらんない。だってあのパパ衰弱し息も怠惰となった姿を見せたがる親などいません。特にボスにとって決闘で死んで不義の名を背負うことになろうと。そんな、私を。お嬢様、あなたは事件に巻き込まれた全ての人がきっと、あのバカを、いやむしろ私が理解できる日をその目で見る。そんなに私のことを信頼してるの？もし私がここ、うん、そうかもね。でも幸いパパは私と心から話し合ったことがほとんどなかった。つまりで、マルシラック、その肝心なロシの製造場所、かつてボスが、しかしどうしてだよ。私たちの敵は、す、私たちはさらに最悪のケース、リネ様の最、確かに。でも今はいろんな可能性を、はい、お嬢様のためにすべてのマルシラック、ありがとう、そう言って。そうですね、お嬢様の代わりに私、もし売人がこ、それを繰り返し、一人はスピン、え、はい、し、その身分を利用、彼の状況と似ている容疑者がもう一人います。マーセルおじさんがポア村長にある、最初はセドリ、つまりそんなところね。でも最後の一人はスピナディ・ロースだと、フォンテーヌ警察隊の公的な連絡窓口、スピナディ・ロース、彼なら。なるほど、信じらん。彼らを調べるときは。わかった、とんでもござい。それとボスの汚名を返上する、彼の死後必要であれば。また事件の調査ね、相棒。さあ、それでは皆さん、案内してく、あの、ごい、おい、ナビアのやつ、なんで黙ってるんだ？今さら来て。そのことなら。でも、それはジャックさんの死と比べたら、トルに、私には分かってな。どう向き合えばいいかは、だって、あんた、うん。ごめんなさい、夫が遭遇。ねえ、あんたたちの知ってることを教えてくれない？ええ。夫の稼いだお金が真っ当なものじゃないってことは分かってた。夫はとても、だからカーレス、でも正体、パパはそんなこと、あの日夫は出かける前に他に選択肢はないと言ってたわ。本当のことは分からないけど、だから負い目を感じるべきなのは私の方なの。夫を撃った時もきっと正当防衛だったんだと思うわ。ねえ、いい人になろう、聞いて。うん、じゃあ彼があんたに教えてくれてあり、ええ、あなたの性格はカーレスさんと全く違うけど、あなたたちが口にする決、そう、そんなこと、ナビア大丈夫か？平気平気、私のことは気にしないで。次はあの、こんにちは、何かご用ですか、ボス。歌劇場で、ええ、でね、相棒がジョ、あの夜、うん、その後、最初はカーレッタだ、銃声が、はい、警察、何せカーレスさんの銃は手ですが、警察隊員は先ほど現場に服が残っていたと言っていましたが、それはつまり少なくとも、私たち、その銃はジャック、はい、しかし、それに仮に目の前、それについては真実にたど、ありがとうございます。実を言うと、事件から数年、しかし他人にどう、安心して、あんただけじゃ、
エリ。おや、な、俺も一応。そいつは別に戻ろうと思えばいつだって戻れるのさ。カーレスさんはポア村長、それなのにここで帰ったらこんな楽に、まあ、雑談はここまでに。うん、過激場の事件のことが。おお、そうだったのか。もしとそりゃ、なんでも。いや、実態考えてみたの。あっうん、そうだな。例えるならシェフに料理を注文したら料理を、そんなデタラメな要求をしたところで、だいたいお前が言った。つまり、お、しかしあれはかなり高いからな。個人で所有するとなると。なるほどね。じゃあ私がここに宣言してあげる。おっと、さて、俺はまだしばらく。急がなくてもいいのよ。こんにちは。本日マーセル会かしこまり。どうもどうも、すまんな、待たせてしまって。年を取ったせい。大丈夫、歌劇場での出来事。ええ、あの時。ああ、私はナビ、君たちのあの場所です。おいすまんすまん、フォンテーヌとはこ。マーセルおじさん。ああ、ええ、うん、私に原始大会の水を飲ませようとした連中がいたんだよ。それにもし相棒がい、そうか。だが安心してくれ、あそこにまで手を出そうとするねえ、それについては確か当時そうこうしている。うん、もうだ。ああ、私の財産は。これで可能。みんな、いたって普通だったな。ま、とにかく。どこから始め。あ、そうそう。ジャックの家族の、私が思う。じゃあ、最初に銃を撃ったのはジャックってことか。へえ、どうして？そっか、自分が人。うん、つまり。ジャックのその時取った行動として最も。そうなるね。あと、じゃ、原始大会の水の秘密がバレてから向こうの動きに明らかな焦りを感じ。まさか今の状況となると、問題はマルシラックが絞った3人の容疑者のうち誰が警備ロボをコントロールできるか。マーセルおじさん。それにか、でも、しかも、もし彼がピエリ。でも確かに、そう、どっかの警備ロボがなくなったらすぐに足がつきそうだ。フローレント、ギャングの参謀。ほも、そういうこと。はあ、まったく、誰が黒幕なの。稍等。啊，安总总，有一个人不见了。確かに、容疑者は。不是。スピナディローズ心の中でどんだけ否定しても、この推理は疑いようがない。推理とか推測ばっかしてても話は進まないこと。そうね、準備もなしにあそこを探るのはリスクだ。私たちが持ってる。ラビア城、ここにいたのか。ずっと探してたんだぞ。あれ、警察隊のやつじゃんか。不止不止，冯果被敌，你家也被敌了。对呀，连我都被敌了。关键的是审判我受的是谁呢？塔尔塔利亚。どうしたの？这话全部懂。まさか知り合い？没有啊，我都正常啊。我现在不就好了？だよな。俺もおかしいと思ったから、急いでお前らに知らせに来たってわけさ。嗯，最近的吗？他有点有才になったら、過去の事件。我上手机网络了，现在是。そうなりゃ。あ、你们网络挂了。嗯，我网络挂了。連続少女失踪、まさに絶好のチャンス。よし、決まり。私は歌劇場に行って時間を稼ぐよ。その、でも今の手がかりだけじゃ、勝つなんて夢のまた夢。但是没有断点。待ってるよ。
あんたが決定的な証拠を持って私のところまで来てくれるのね。有吗？八月六号，北市中山区。台北不是淹水而已吗？停电，台电溃建溃线跳脱多数已复电。お嬢様、私たちも同行させていただく。こちらの準備は整っています。マルシラック、シルバー、あんたたち。お嬢様がポアソン町から離れ、私たち。有有有，我每次挂着的时候也都会听到。目的地はマップに載ってるから。とりあえずそこに向かってみよう。有很战斗的影响。そこだ。自从攻击 S 加之后，就没有脱离第一名过了。弄到一半，然后突然什么都不能动，只好用手机解了。哎呀，我的 ALT 又要刷新了，每次都挂掉，每次都要重开。宝とは旅の醍醐味でござろう。我说什么？太傻了！嗯，我想怎么在玩 Raft？ 伊萨。这人真白痴，这么大量一次好几十万台币就一直逼我。那句话什么意思？我看不懂。被针对，被针对敌友。哎呀！枪口不能开，白痴。哎呀，喵子一声，哎，喵子一声，喵声好像喵凉。不是那东西，你看过？嗯，那是什么游戏 ？DSO 啊？啊，是啊。请你不要污名化界。以前的一代神枪啊。震天龙炮。请你不要污名化 AB 哦。我还以为是 ABS。以前最喜爱的玩家。我不准你这样子说。宝物とは旅の醍醐味でござろう。没有没有没有 ，A V 顶多镭射枪而已，哪有那个龙炮 ？A V 丑死了。不是之前我，因为之前我看都是看到那个啊，看炫炮的东西，然后就会看到它是 A V 出来的。龙炮也不是射龙过来的。
看这个背景好好看啊，好想买哦。他没有时间限制。見切りました。ムガの教師。受け取りなさい。私には無用の。哎，他那个2023这次出的两张插画都要买，都要用买的。啊。啊，可是我没有，我已经没有多的那个。没有那么多宝珠啦，可是这两张都还不错啊。那宝玉这样太贵了啦。他很缺德欸，他专门用那个练这次这只的，这两个刚好就是练东城玄女，那本根本不够欸，这边用抽的，抽也抽不到宝玉啊。那对哦，用抽的然后把它换，怎么抽到变成许愿池，然后再去换？超级可悲。我要看看有房子。一二三四六七八九十十一十二。魂起痛。我还差十二只哎。怎么了？有人要玩吗？对啊，还是要开始。可以啊。你有加他吗？还是你们都是用房号的？ここからロシを作ってる場所に入れるのか？それも今頃。どうやら連続少女失踪。正直、君たちの。でもまあ。よしおざやま。つまり、俺がこの罪。这是你自己换的，よしおざやま。以前個人的に彼女と戦いはしたけど、向こうは。立場をわきまえたらどうだ。どうやらす。じゃあ試してみるかい。十三字是那个吧？丁克的那个吗？那个我没在，其实我以前在想要玩，后来我觉得好麻烦。どうしてまた彼女？ほら言った。那个十三只那个底数用太高，很容易暴毙耶。ま、それも重要なことじゃない。私の告発が。へえ。さて、しばらくは俺のでしばし観客席に座っている。干，我一定要他妈的每次都要追求快速。这个人什么排位啊？容疑者から外れたわけで、ではナビアさん。それは确实双确是双确是吧？好像。哦。正常啊。我想说什么？会長ナセルよ。他的风格是什么样的打法？不知道，我觉得每次跟他打，他都很帅。仮に告発による。OK。ではここに、そして警察。OK。看出来了。那发财看，还有没有大三元？那发财是我给他的。多分必要。よかろう。この件は三年、あの事件の。まさか、私には私を。是我给太好了。ええ、おっしゃると。よかろう。では、当時の出立艇による調査結果を私が一から説明させていただこう。事件当日、スピナディロースらは。その場にいる者たちが駆けつける警察隊のメンバーによる現場検証なお。これらそして。以上が当時の事件の。殺人をしないと。感觉就只有我的牌很烂，是不是？大審判官でも。我不知道，这是负责桥段。哦，看你娘嘞！ジャックの家族の知っただ。当然。他还没崩溃吗？我放弃这次修罗了。啊。
その人物は。是听什么啦？好可怕！有的。为什么是你啊？靠腰！我的鞋子被偷走了。事件現場に、けど今にしてみると、そしてさらに。没关系，我这把应该是没走掉。黒幕はその三人目を水で溶かし、你不要给他胡牌就好了。他现在胡牌就开始，你就看他打什么，反正你也胡不了牌，就走。可是我想离职。我想离职。你听什么？四万根。干，更新啊！这么跳买起，そういうことだったんだ。啊，你不说他很快？他直播还有才还拿你还拿他拿还拿一千万呢？我都需要他的，一千吧？怎么等七万？你想我死了？申し訳あります。今はまだないけど、それにあの時すでになるほど。なんだか今日のフリーナさん、また恥をかく。もしくは先日。僕からもう一つ質問だ。その後の決闘についてはどう説明する？カーレスが反論しなかったのには疑問が残る。人が解けたと証言すれば、その点については連続少女失踪事件のパパは。けどあの時、私を守る。当時、お嬢様。なんだって？原始大海の水の秘密を追うけど。仮にそんな状況になったとしても、そのコース、その構成けど、私がスピナリ、そして、すべての真相を明らかにし、準備、つまり、そうです。証拠は？もちろんありま、他でもない。あんたの謝罪も、でも。ふむ。では、決闘、はい。感じました。決闘代理人として。私は数えきれないほどの戦いを経験して、さまざまな人の生命へのそれゆえ、決闘代理人としての立場と名誉にかけて誓います。ならば、僕から他に質問はない。え、不要鞭打、自鞭打牌は。確かにそうだな。さっきのす。あれ、少女失踪事件。もちろんあるよ。この二当時。你看就卡着在那边打字，我的双萤幕盯得很准。黒幕は身分が露呈しかけた時、つまりタイミングが良すぎるのよ。三年前のパー。なんだ、そんな立だがもう今さら無。快让他爽爽啊！それにだ、現場に。それは確かにそうだな。完蛋了，这到底是三小啊？一番かだが真剣。さて。君が言ったの、私は商人だ。私は若い頃。しかし、申し訳ありません。いや、あん。さあ、まだ何か言いた。それでも足りないというのなら、私の入国記録、それだけ調べれば、君の心にある無実みたいね。となると、今度はナビアがぶっ。カーレスさんが通ったが、君がもっと理性を衝動に駆られることなく。他人のためを考えられるよ。これは元から私一人だけ。この事件に巻き、ロシのせいで家族を撃つ。私の頭の、そしてマッバシェね。私はいきなり待ってたよ。ロン。没有了。牌应该有点小哎、欸，有没有亮？完了，好像真的很小，又被追力了，下去了。我会不会被他炸一下直接飞走？为什么我第一个值多灾多难啊？哇哦！上に行く必
要是打另外一边的话会更高，可惜了，他怎么不打另外一边呢、啊？我必死，妈的！操你妈！就是他在扣七条、哦。给了两个字吧，还不错吧。两个字一个桶子啊。逃げ道はある。桶子，我现在想要拿出来。捕まえた。痛がっていない。終わりね。風の歌、雲の行くごと。風を知る愛。裁きの雷、ここより弱滅の時。有啊，不是啊，那个是那个啊，就那个嘛，亚马逊嘛，阿马总那个、啊。你问的是这个吗？对啊，我那个是荣耀的土耳其人。没有错了。見切りました。どの目が出るか。雲が借りなくとき、風の赴くままに風よ。風の神。裁きの雷。相手卡超久哎。追力，不要追力！我不想，那现在才来啊！我本来五轮前就可以立直了，五轮前就一向停了，停到这样。老公，干！我到底找谁的？谁为什么他会停四轮还这么大？ピンク色のアクセサリーにヘアリボン、ネックレス、それにメイクボックス。明明我就都有胡牌，为什么会这么惨？それぞれ違う名前のラベルで出品。每一把没胡牌的都不是我。そしてこんなにたくさん箱があるってことは。哎呦！哎呦！他是庄家吧？他是不是庄家？我觉得我的牌也不算差了，你知道吗？我觉得我每轮的牌都不算差，那就一直炸，从头到尾一直炸。是啊，我是不是说那个分数的问题啊？是，就是被炸。很容易被炸。ごめん。でもこんなこんな冷たい書き方で。肯定你，我放那只臭猫。オイラはもう怖くていいよ。我放那只臭猫过去转。その何回も溶かすうちに方法が見つかると思ったのか？どんだけ狂ったやつだよ！あれ？それってお前が噴水のところで聞いた名前だろ？オイラ覚えてるぞ。小小妹，然后那个。等一下，我就过去咕噜咕噜。我等下就过去咕噜咕噜，你就知道。好，可以。違うな。それだと。咕噜咕噜是哪个、啊？上面有那个啊，有图，我记得我有放图示啊。不是啦。我是说，我是说在转整圈的，还是在原地转的？还是那个没有关系。两个都是，一个是咕噜咕噜，一个是咕噜咕噜吧。对啊，所以我问哪个是咕噜咕噜啊？忘记了，操！
我看一下啊。すごく目立つ池があるぞ。这是原地长。那上面有写啊，上面有写，上面有写。好。普通の水で薄め。よし。靠北，这又是什么牌啊？然后我只想放截图而已，我没有过去放。什么时候该出来挑战关系一下？我的牌好烂啊！啊，刚在打麻将。我靠！確かに、お前の言った通りだな。ジャックとカーレスを誰かに殺させようとしてる。ジャックが任務を遂行するとは思えないからって。刚在打麻将。これって例の第三者が存在してた証拠になるよな。我家应该切手机玩，去吃饭的，然后边切手机。我有一个疑问，应该可以无痛接轨吗？可以啊，这你要重连进来啊。也无所谓啊，反正我牌这么烂。哎呀，谢谢醉，不客气，给我把他炸飞。哇，他整天就拿我赚钱，给我把他炸飞哦。我努力看看，我过去咕咕咕。やつが、あ、確かにそうだ。手紙でのやりとりの一部みたいだな。まったく、大悪と。証拠としての価値があり、そうなんだよな。通りでヌビレットも調べ、そうなると、ここの手が、あう。寻找与瓦屑一切有关的线索。でもおやつくらいあってもいいだろう。3080 VS 4080。真蛮好奇，他们全部关麦到底在听什么东西？我也不知道啊，我也不知道。有够搞笑的，我飞走了、欸，是不是该换个角色来逆转一下、欸？你现在那一张卡，他妈的，三个人摆之外，我就变最弱势的。你只要买4070，明明自己在打修罗就屌碾人家的。对，好吧，让他看一下大内内好不好？嘿。嗯，有哪天是出来？四零七零。你要不要？你要换那个啊？换那个？那个？甚至那个你买4070派的话、啊，是直接到现在显卡的显卡费。这只，还是这只？看你。好，走起。笑死。应该出到8080了吧？但其实没有啊，但是现在我也是已经有，就顶多可能以后真的也想要换，可是那个应该也很久了，起码也得个4-5年后了。哦，也对了，没有没有，我上之前用10嘛，这次用30，下次应该是5。未来显卡则越来越贵。但是往好处想，我也是用我买30的时候40就快出了、啊，在低一点的钱。このような秩序を乱す。結構貴い。別にいいさ、ヌビレット。それほど自信があるみ。靠呀！瓦屑的真实身份。选择。なるほどね。
还有打错。旅行者突然讲话了，哭啊！あなたこそが。就是你，王八蛋！旅行者竟然会讲话哎！お前の拠点を調べてもらえ。溶けてしまった。さらに、お前はマーセルっていう身。なるほど。王八蛋好像也有上次也有讲过这句话。これさっきあんたが言ったタイミング。マーセル。讲话啊！直接会讲话啊！好很多。ゆえに、それに3.0又好了。被告人。比2.0好了超级。反論があれば、できるだけ早く述べてくれたまえ。私に。好的啦，もう見に快点啦，もう見に。君たちに目もくれなかっただと？誰も私を助けてくれない。私を信じてくれる人もいない。人が水に溶ける。不管啦，我今になってわかっただろ。あれが本当のことだったと。要碰碰碰吗？だが全て貴様らのせいだ。靠背。本贝尼尔。你又挂掉了，是不是？彼女と約束したのにだ。不然怎么可能隔壁红没有人？私は本当の主人じゃない。要回来啦，看。就突然都走光光了，不知道为什么。要陌生回来啊，我们可以。还放他一个母咪。哎，不是我在说，我今天的牌运真的很差哎。被告人的精神。会为什么差成这样？贝尼尔。どうや。我靠！我操！你说听啊？連続勝。这什么时候听的？太可怕了吧！被告人マーセ、ハフルは、本名バシェは、没有他上一本还没听啊。冒険者として行動を共にしていた。だが、哇，吃的，干受不了了。ベニールは不用意にも原始大会の受不了了啦！我的牌有够烂的。バシェは人の助けを借り、原始大会の水という存在を知る。さらに、God! 犯罪者の身分を隠すため、彼はマーセル研究の過程で彼は、被一千块打爆。資金を貯めながら長きにわたる最後の段階で想定外のそしてついたその計画は謎に包まれていた。对啊，我不知道为什么突然大家突然噔噔噔噔噔，后来就全部人都不见了。瓦不是要瓦的去瓦，要什么的去干嘛吗？我们不在，反正一瞬间就龙波皮啊，阵仗化一个。是吧？那边原本好像有六七个，哇！一瞬间，我问你们，不管了，这怎么旁边突然都没有人了？有罪的。警察隊、バシェを連行しろ。ブラボー。これで私たちやったぜ。あいつはつおる。どうしたの？お嬢様、ボスが待ち望んだ。パパ。さてと。実に素晴らしい劇を見せてもらったよ。犯人が捕まり、冤罪も。こんな見事な劇を見せてもらえたんだ。冤罪で捕まえたことは不問にしよう。こっちはまだ用事があるんでね。いや、少々お待ちいただきたい。タルタリア殿。うん？もう？こたびの一件は、タル…おいおい、フォンテーヌの法律…はいはい、わ。こたびの事件の公開審判を、犯人は他にいるため、タルタリア殿は無実だ。では最後に。ユシ最低カーディナルの審判結果により、タルタリア殿は有罪。なんだって？おいおい、なのにこの結果は。ファドゥイの執行官ってことは、きっとは。けど、今は連続少女失踪事件の審判。ユシ最低カーディナルの判決に準じて、有罪とする警察隊。フォンテーヌ人の誇る審判がこうもひどいものだとは。これがそっちの規則なら、俺も自分の規則で行こう。
まない。冤罪であればこちらが調べよう。だが法廷の規則は破らせん。すまない。現時点では私もただ規則に従っているに過ぎない。それに有識がこのような結論を出した理由なら私よりも尋ねるべきも。君たち、僕だってフリーナ様それは、まあ、あの方の理由を。そうよ、你瞎解呐，你瞎到最后啊！紳士淑女の諸君の母や。那东西在一点梦想都没有，説明しないといけないようだ。不如不下去，只要排列不是练的大概都不会多大。チャクタルタリアが連続少女失踪事件とマッカレが手を染めてきた答えは時間がしょ。さて、謎が残されて気になるところだろうけど。結局。うん。彼女はだが安心するといい。お。タルタリアのやつが少しかわいそうだけど、一応信じてやるぞ。ま、タルタリアも悪いことをいっぱいしてきたわけだし、いつかこんな日が来るって多少は心の準備をしてたんじゃないか。わあ、我那个小四喜。嘿嘿，好可怕哦。但没有西风的。都还在，都在海底啊。嗯，没有啊，南风没了，剩一张西风。啊 ，JPG， 好可怕哦！有什么好可怕的？好可怕哦！那翻起来怕，哇哦！得得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 幾千年も変わらないというの。人の世とはこうも。ヌビレット。何をする気だ？やつを抑えろ！旅人！おい！旅人！他真的都可以好找例子哦。おい！マーセル？何しに来たんだよ！公務を妨害するなら、いや、待ってくれ！私はただ旅人と少し話がしたいだけなんだ。決して逃げようとしているわけではない。頼む。頼むから少し時間をくれ。話を聞こう。ありがとう。感謝する。先ほど連れ出された時にふと思ったんだ。バシェという名前を君たちは一体どこで知った？関連する記録は全て処分したはずだ。となると考えられる可能性は一つだけ。まさか今さら事件の内容を掘り返す気か？すでに有罪になったというのに。本当か？ルキナの泉だと。頼む、彼女に会う。少し虫と。ああ、人間とはよかろう。最高。私もこの者と。あ、しょ、ありがとうございます。ええ、不是的。
ここに彼女が。わ、我好像没。だが、ここにいると言っても、具体的にどうすれば会えるのだ。我好像没了。お、あれを飲んだら、オイラでもあの声が聞こえるようになったんだよな。さっき、お前ボッシそうそう、この声だ。どうやらお前も聞こえたみたいだな。ベニール、私だ。ボッシ、ボッシ。私はここだ。おい、ちょっと待った。気をつけろよ。おーい。妈的，这都给一堆乐色。ベニール、君なのか。ボッシ、あなた、随分と年を取ったみたいね。どれくらい時間が経ったのかしら。かれこれ、私はただ君を元に戻すためだけにこの20年以上の時を生きてきた。私は夢を見ているのだろうか。まさかこうやって自分の心ベニール。君は私の全てだ。君なしでは私はどうやって生きていけばいいのかさえわからない。でも私はあなたなんかいなければ、なん、あなたさえ、あなたさえ、あなたさえ全部。待て、君はベニールじゃないな。一体何者だ。そう、私はベニールじゃない。私は犠牲者。あなたのせいで死んだ女性は全て、その肉体が消失したことにより、我々の意識は、私は、でも、そんなこと、私は、あなたは、でも、あなたが始そんな、まだわからないのけど、だって彼女は知ってたから。今天もしあなたがここに来たら、バタバシ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 死んで。やっとゆっくり街をぶらつく時間ができたな。こんな風にのんびりするなんて相棒。このような天気でまた会えてよかった、二人とも。ナビア、そっかそっか。スピナディロ、でもよかった。ええ。ただまあそ、うん、それをまとめけど、しょ、今回もま、ひひ、あ、そうそう、あんたたち黒幕の本拠地で、彼女のおかげで審判の風向きもか、おお、とにかくいろ、あ、そうだ、なんだ、パパの墓参り、それから私もお嬢様。もちろん。それでは皆様、うん、你有什么？对啊，好像好像蛮好猜的。对啊，反正我跟你讲啊，我这次听发财啊！妈的，你手上抓屎了，我也没办法。私もここに来るのは久々でね。あれ？ヌビレットだよな。好耶！大審判官がどうしてこんなところに？おや？不会手上抓，刚好抓三张吧？申し訳ない。两张。事前に君、そんなことすまない。都来拼阳寿。謝らないでって言ったの。我他妈这几百块你想要怎样？この国の最高賞金。そう。では謝罪は控えよう。还有一张。それで。人間にとって命よりも大切なものがあることを。いや。というよりも、これもまた当時本当に無実のものなのだが、私の信じてきたもの、彼の犠牲なければ、カーレスさんは愛するものの、今にしてみれば命そ、君はなぜ私はただこのことが、私、歌劇場のあの高い位置から眺めるだけではやはり様々なものが見えなくなるのだな。スピナディロースらの諸君、
な、そのあんたってやつ、だからナビアとヌビレ、オイラたちはじゃ、これで完了っと。オイラ、うえ、うー、ナビア、オイラの、そうだ、ヌビレットがまだ、ひゅっ、ああ、おう、なるほど、ああ、構わない。異教の者がフォンテーヌのために奔走し、あれほど重要な家族、もしその彼がフォン、他に何か、家族、もしその他に何か、すまない、だが長い歳月を経る中、神によって作られた強大な立証今後、それゆえ、そういえばリネはユシキの、そのようなことがあったのか。だが何にせよ、あの時のフリーナの反応から察するに、彼女この件の調査は、もし本当に今のあいつがも他に何か聞き、海面が上昇し、予言というのは、そうそう、うん、この予言は先代の水神、今海が上昇することとフォンテーヌ人が溶けること、その2つが現実となった警戒を強めて他の兆しに注意すべきだ。そういえばフリーナは噂が事実、でも他に何か、あの時法廷では原始大会の水って犯罪組織から呼ばれてたけど、あれ、うむ、この星にはテイワットの生命、だからゲッ、そして今バシェたちが見つけたのは、なるほど、生命を創造し、これは実のとこ、他に何か聞き、そうか、私はしばしやっぱり罪悪に休暇などないからな。そっか、あれ、今気づいたけど雨が止んでるぞ。好惨哦，阿拉。只是觉得刚刚那个好可惜哦，那小事情没到，真的是好惨好惨。没，不错啊，给你一个三倍满的。小闪焰。那个一看很明显就是听幺九半，就是听字的东西。哎。而且还是很卡哦。不会啊，目前还好，现在很顺。快马上卡。没关系，我上去感受一下。啊，刚刚打小怪，然后怪就是会一卡一卡。不会，现在我们还不会感，哎，感讲完感觉，我第一开游戏就瞬间卡一下。讲完马上。继续盖他啊！嗯，我来了。嗯，对啊，好棒啊！惨嘞！把他被炸烂的把蜡，这把蜡。那个是我送他的。对啊。
反正都没有盒底没摸到，只摸到一张东风。但我刚刚那个小四喜也没糊到，你怎么可以送他干我铁板板的第一名？我那个修苏喜也没糊到，对我们对我来说没啥，七百跟他妈负分还不是都是知识。不过段位我不敢这样搞，他们这样只是让自己扣更多分而已。可是我从第一变成第二了，我哪知道？我不在乎啊。我不在乎，丢啊！妈的，一上来就他妈的侧头，上侧，爽啊侧啊！我不爽，我被这不烂了。他干嘛突然要装侧头？因为那个、啊、就有白痴在那边耍白痴啊。因为地铁不是很多怪吗？我像我们不是都会同时可能三开在那边挂着吸元宝或吸东西吗？啊，有人可能眼红啊，就觉得说，看那些人他妈的站在那边一直吸好爽，他妈的为什么我没办法吸？我因为我没有朋友，那我也不能让他们这样吸。后来他就去跟剧院说，他妈的那群狗东西都挂在那边吸元宝。我知道他柯南这样就欠低啊。那没毛病啊，低汤啊，低蛋汤啊，是这样讲也是没错啦。我只是搞不懂为什么站在那里也没做什么，为什么要这样子？他们自己不会也三开就好吗？就不知道，没差。那现在就变成大家也很困扰，而且现在就是大家都在说。那就排斥啊，那这样就是欠低啊。逃げ道は。豆腐玩家在那边搞事儿，欠逼。就好像今天才有人讲说他做事都太简单暴力了，我也是倒是真的。绝对无力。怪又开始卡了哦。刚刚不会跑去玩绝对无力吧？玩僵尸，你要接刀了吗？你要投奔僵尸了吗？有人要叫我就去打，但我只打僵尸。玩意大利想赚的僵尸模式。哎、欸，我以前僵尸模式可是很屌的，只玩僵尸。我想看你秀哎、欸，要不要秀一把？就只有两张图啊，然后只玩，然后就全部都跪在同一个地方。玩僵尸接招啊！意大利想赚的哪一张图、啊？意大利想赚个同是我兵啊！没有，我现在僵尸模式是人类去找僵尸来玩。后来真的、啊，他们都是拿那个神器啊，拿神器就开始杀烂那些僵尸、啊，那些僵尸根本贴、哦、近不了那个。有一只就是准备僵尸叫什么伊娃、啊，就准备僵尸你要去练一些很特殊的跳跃方法。多久没玩了？让他们沙拉飞来，那很难啊。沙拉飞来飞去，那个、很难呢、欸。那个我以前有练，然后觉得好。你看这两个名字都能接近吧？都变成黑球形状了，真到黑无聊。那个像苍蝇一样啊！大群有内鬼。哎、欸，我已经超久没玩那个。大群有内鬼。这是大群人在底游，我猜应该是吧。好狠哦！怎么最刚刚在问我吧、哦？他说那个是不是你而已、啊？我在吃饭的时候问。对啊。哦，他的确好像有被我炸一个很大的，是不是？一万八，他你直接炸一个，好像是背满了吧，还是跳满？我那个是粒子宝牌三，然后礼宝三吧。对你刚好因为尬到，刚好又是礼宝牌是一手啊妈的，然后直接六张宝牌吧，你好像三张两二条。好，就宝牌三加礼宝牌三就六条，后来又粒子一番，好像七番吧。我没看到、啊，因为我刚刚就是听完之后，我就赶快去夹吃的，然后赶快回来看。
你们悄悄玩大群，所以他大群没有全部有开，是不是？我不知道。有啊，他有写可以上啊，有人讲的、啊。那应该在一下子又要被敌了，又要被敌的。赶快刷，我快刷完了，我快要结束这个素材地狱。赶快刷完，然后赶快把游戏关掉。没错，没有啊，但是有，赶快趁还没被滴的时候，赶快开幽梦的，先去把那个 boss 后面的 boss 拿一拿，先把爱心先拿一拿，不然等 boss 二点没打到就太亏了。好狠。CDK 怎么那么早就发了？啊，不是，那是昨天的。我想说啊，明天他好像明天才发吧。修友的夢にすぎません。陌生吓到了，是不是？我想说，哎、欸，他还没有出现红色。我想说，你想说，哎、欸，花生还在，怎么有 CDK？ 哎、欸，那时候花生怎么还在？因为 CDK 就很长。我刚才还没刷到那四鬼，两块的。有道。神王海默。天地の恵みであるな。你说卡位吗？还想解的。不要这么计较那一个，你就每天。现在原神是不是有一些 bug 啊？我看好像那个抖音有一些 bug， 就是有人用好神吧，他好像在那个副本里面用那个他的技能造那个树，那个树会变。目前路服已经有的、啊，就卡威也有啊，卡威也有。啊，那是外挂、啊，那不是 bug。他们才说最近不要放陌生人进你的伺服器会出事。他说好像很多有一些东西用到消失。反正我是不会放别人进我世界。但我昨天才放一个日本人进我的世界钓鱼、哦。你说的是一年前的花生。我都完全不会放人进来，不认识人我完全不会。因为我想说他的名字就写我要钓鱼的日文，然后我就放他进来。哎、欸，他讲。对对、啊，我想说，哎、欸，他很有礼貌，而且他，我看他全部的句子全部打日文，我都看得懂，但我不知道怎么回。不是啊，人家进来，我都有礼貌的，放他进来，我就想说没关系，就给他掉，我都让他做啊。啊，通常，本来我还想问他要不要其他，还要不要掉，我可以开好多账号给他掉，我还想说算了。对，我微信调的时候真的很少。你是在代表心情好的时候很少。因为我昨天是刚好时间快到，我想哎、欸，台快开完了，时间还没到，有人要进来，那人先不知道，我先。然后后来就想到要打圣殿，委托处理完了，先把委托处理到封单。我的分身已经打完了吗？这样我明天就可以直接解封单。没关系。可以啊，反正十二层才是最难的。开点吧。哼。嗯。那我以后就都打九到十一，十二直接让你们打掉。知道啊。九到十一我没有。对，十二层我是看到那九十五等我就不想打了。哎、欸，那个有可能会有宝箱，你知道吗？那个公主啊。嗯。林尼特拿出来用。Yes。刷完了。刷完了，刷完了。好狠哦。对，所以要换墨鱼的账号了，是不是？我要先去。那个飞船会飞到枫丹林的最顶端，在哦，好像这个。想之后要把四星拉到九十等。现在就只有一只林尼特就是等
我靠，陌生你拿我的客厅来用，我客厅拿垃圾武器耶。不知道，我不知道，反正打的是怪就。因为我的绿箭在林尼特身上啊。怪我讲说奇怪，输出怎么感觉好像有点怪怪的？你会去检查武器吗？因为我想说奇怪。哎、欸，我想说，干，为什么我打起来都是时间全部？你也是，就这上一次打，记得时间还很充裕。干，我这次打的是全部都压秒、欸，都是七分十秒左右。我该佩服你能够拿垃圾武器也能满星。那我要，那个是什么武器啊？我不知道。你那个水雷真上的那一把。太狗了！如果没充够的话，你能打到七分内啊？就也是很屌啊！词条是攻击力的那个。那我只能跟你讲，你这个状况，啊、对对对，他有充解决问题了。90等的、啊，我90等，那还好。没充过，你怎么可能打得过？伤害就是差那么一截。因为我想说绿箭，我现在都是给林尼特用，才没有换我。想说奇怪，我怎么感觉打起来怎么感觉怪怪的？我想说奇怪，对，我想说奇怪，是我输出手法有问题，还是怎样？没事没事，等到 4.1 他就会回来。4.1 等我寄型武器换出来之后，我的绿箭就会回到客卿手上了。想说是怎样？但当初就应该多抽几把绿箭的。哎、欸，但他掉宝好像有改过了、欸，但他 是没开掉宝。正常、啊，我也觉得、欸。挂掉虫差不多这样。爱心东西看起来很多，可是感觉爱心都没掉、欸，哎，是什么意思啊？可能又要被低了吧，所以他就懒得开了。反正等下就被低了。你要不要看一下？你要不要看一下那个经验值？你就开你路边的话看一下。没差啦，反正没有就没有了。反正没有就没有了，我无所谓。好，跟狗一样。没有啊，我那个他那个打那个是100%掉落的，那根本感觉不出来、啊。哎、欸，会哦，会有差是。哦、是 right。 对啊，我现在开幽梦去打 BOSS 啊，所以我才觉得有时候感觉怪怪的。那只是我的不会掉而已。没有哎、欸，应该不是。我看打普通女王就知道，哎，没有没有，正常，他掉宝正常。那单纯只是前面他运气不好而已。因为那女皇喷很多东西。无刃之塔，无刃之塔，这是什么游戏啊？看起来也不像是那个。哎、欸，那他挂元神什么意思？这不是元神吗？谁？元神？启动。不是啊，他这个挂那个分类挂原神，然后他开这个根本就不是原神啊。是免洗游戏吗？我看一下。懒猫啊。可是我在想这是什么游戏啊？就看起来很像天堂系列的那一种。希特兔吗？希特兔是这个吗？哦，我感觉这是 server 扛得住哦。P2 吗？是吗？不知道。看起来不是。好像不是 Hit 2诶、欸。吗？この世を渡り歩くには、より多くの身分を持った方が便利なの。不愿之塔，我查一下。不愿之塔。突然想起来，蓝猫有去韩国总部、哦。有啊。剑灵二啊，这是剑灵二。一样啊。是啊。剑灵是哪家？一样 Nexon。我。因为以前我玩过剑灵，其实我对剑灵蛮有兴趣。我好像有玩过哎、欸，而且我玩的是剑灵一。我好像没玩过哎、欸。操你妈的！剑灵二评价没有啦，剑灵不是就是那个操控一只
就是要那个培养一只角色，后来他有点3D 的那个类似 MMO 那样。现在建立他就是幻想，他就幻想神域那种感觉的、啊。哇，后来他自由度不是蛮高的吗？我记得蛮高的、啊，可是他评分自由度比较高，他评分 2.3 哎、欸，这是要玩个笑，2.3会不会太低？就那一类游戏玩起来都长那样。剑顶还比较高哎、欸，为什么剑顶二这么低？反正韩国翻过游戏大厂都喜欢做那样子。可是剑灵二看起来比较像天堂的感觉。那可能还是以前的剑灵比较好。不能说，现在都说一模一样，只能说是复制的。天堂，天堂二，天堂 W Hit Two。我觉得 Hit Two 跟天堂很像、欸啊。天堂是 PVP， 那个就一样的东西啊。好像有时候 Hit 2比较偏向 PVE 啦， PVP 成分没这么高，但还是可以。你的血统不对，就是等着被打、啊。整天天堂就在那边占国家。天堂早期的时候社会案件很多、啊，就光天堂这个游戏。哦，也不能说是路上会被人打。还要你一个城主按在地上买账号都是有可能，路上会被人打是吗？有看到宝箱吗？对啊。哦，一直卡，你就这样跳过去了。我这样这么可怕，看到宝箱，哎，你就这样跨过去了。刚那个水道那里有宝箱，啊，那里有。我从你的那个指控就有看到宝箱了，然后你没看到。哦，这样上不去嘞，我要用爬的。就这样跳过去了。你刚刚走了一个水道的屋顶，现在下面有宝箱。嗯，我解完了。那里我有解完了，扣腰。今天整个封装城就12个宝箱。就是因为解完了，然后我才拿得到那个神桶。没办法，就叫你跳下来。上不去了。看来只能这里之前有一个挑战可以上去啊。看来你是解完了。好久以前。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。哦，哦。哎呀，那个水道没必要，没有那么麻烦。水道从上面的船点过去就可以。为什么中间一定要的？我今天被这阴好几次。我那个是海滩那个，有我前段时间也有一个，如果找到我的影片的话，真的被印，我被印了好几次。他是那个，哦对，整个封单他感觉好像又被低了，我感觉好像又有点卡卡的了。我从刚刚那边就觉得好像卡，一直都觉得好像卡卡的。好像有很多那个浮标上面有球球的，我觉得快了，我觉得快了。那个浮标全部上面的怪全部清掉，有一个宝箱在空中，也是要跳那个东西。从水道跳过去，这个内鬼没有抓出来，我觉得大概不会稳。水道下面哦，哪行还被测谎？靠，有点印象啊。你有外患呢？没有，在水道。就在水道，可是是哪一个我忘记了。你还记得你刚飞的地方吗？哦，你要看你走屋顶的那个水道，看是哪一个，我忘了。左边嘛，对不对？对，那找一下，在那个有屋顶的地方的下面。对面路。有这么高吗？还是你要？你稍微看一下那一种。
因为我记得是朝向右边的那一种吧。没印象，我见过。哎、欸，那个是不是有？这边啊。哎、欸，这边过去。那个你有捡过吗？看呢，那感觉是你 VOD 的比较实际。你刚刚从哪里飞过去？因为你刚刚是往地图的东北方来的。Yes。那你沿着那里头就是的那一个，看，哎、欸，是不是有？没有吧？我刚到底是看到哪一个？在右边一点吗？这里看起来没有。嗯，在右边那边有吗？有屋顶吗？反正就是在你看到的这个水道的棚子，有棚子的地方的下面的。但是这两个现在看起来都没有，所以我在想到底是在哪里。是的，我直接切本账就得了。不是的，哎，算了吧，那好像是一个普通宝箱，要不就算了吧。真是的，讲的好像是华丽宝箱，结果是个普通宝箱，早说嘛！为什么是直接接管账？我这样子吊人家胃口。你以后也是加于九点比的、啊。这样子，我要去接。我稍微看一下本账的那封单里面的。没办法、啊，在封丹城的那十二个都没有特别大、啊，我看一下。哇，这核心道具真的是低。71，总共85嘛，那我剩十四颗而已啊。有的呀。14颗，轻松松啊。封丹田里面就剩两颗。没错。所以剩12个。哎呦，很快啊！下还有四个，哎、欸，啊，地下有四个宝箱。我们记得这里还有一个神童啊，我怎么知道？扣腰。封丹亭的地下有四个宝箱。我记得这水池里面有没有颗，还是我走错水池？烤腰啊！我走错水池，白痴！烤腰。那就给你看这张图。封丹，给你看这张图，看你找不找得到这些全部的宝箱。有几层啊？封丹亭不是四层吗？这是封丹亭里面的全部的宝箱。哎、欸，他标的、哦、标的位置蛮准的哎、欸，靠腰草堆有那么多吗？你大爷！啊，没有，这些基本上都在屋顶啦、啊。哦，不然就是旁边的那个，因为有在草堆里面，我记得草堆里面有宝箱。没错，没有，我肯定还是看不到。地下的话，因为太黑了，有时候会找不到。哦，你又要解这个了，是不是？这搞不好就看得到了。伊萨，不信？看到啊，哭啊！还特别看一下是不是？我因为我记得是在
那个，就是你现在看的的左边的那个隧道。宝とは旅の醍醐味でござろう。对，就是你刚刚瞄到的那一个，我记得那里有一个。还是其实你捡够了？哎、欸，那是宝箱吗？不是，干真的会掩盖哎、欸。我很痛。三一零。你在对照表是不是？没办法了，只能捡这个了。哦，你在看这下面、啊？这下面的我有印象了。放弃，我要去找凯瑟琳。受不了，受不了。龙后影片看完，我还是不知道在哪里。搞不好你影片看完一遍，你就都知道在哪了。怎么可能？哭啊！这样子，这样我就知道了。什么海报？哦，请称呼他啾啾葡萄。哦。哇！去找彼得。嗯。下面，后面的下面。第三次，你这是第几次啊？哎呀，哦，那应该是要去打怪。这王八蛋一直在消耗我的鱼肉。对，我不想要他后空翻给我看，我只希望他可以拍出来他的肚皮。但是他可以后空翻给你看。小号解完，又可以跑本章的全桶了。我去听一下他们在讲啥。嗯。又在叫了，嗯，我觉得感觉听起来是在，听起来像是在房间里面的。但是我会当面叫的。知道，就之外跟之内听起来还是听得出差别，但感觉就是有点害怕。
您怕了吗？安东飞行器，原来就是你这小王八蛋做的。还好你给的宝箱很多，不然我现在看到你肯定就是两拳灌在你脸上。没错。灌起来！呀，单手直剑，二刀流，细剑，弓，短剑八八连。見切りました。風の赴くままに。硯に向かいて。是新的地区，有一个高塔。来修，再见。啵啵啵啵。